年代不明。真鍮に金メッキが施されている。同じ長さのもの1体とやや小さいもの、計3本で一揃いとなっている。かんざしは、結発後に束ねた紙に刺して、髪型を保持したり髪飾りに用いる日本の伝統的な送信具である。英語では、A、ヘアスライド、ヘアスティックと訳されるが、ように日本の伝統的装飾具であるため A、ぇ、かんざしでも通用する。 現代のつまみかんざし日本では、江戸時代中期以降、多彩な髪型が生まれ、かんざしが髪飾りとして発達した。かんざしの原材料には漆を塗ったき、金や銀をメッキした金属、別っ造う、絹のような広範囲にわたる材料から、最近はプラスチックも用いられる。飾り部分には、サンゴ、メノウ、翡翠、水晶なども用いられた。 珍しいものとしては縁起を担いでカツルの骨で製作したとされるものまである。均衡、別鉱など素材によって職人の守備範囲は異なる。江戸時代初期のかんざしは現存しているものが品質、材質ともに貴重なものであるため希少価値のあるコレクターズアイテムともなっている。中でも明治初期のベークライトでできたかんざしは極めて珍重されている骨董品である。 装着法には多くの種類や様式が存在する。例えば芸者がどのようなかんざしをどのようにつけるかで通や水神など精通した遊び客には彼女らの地位が判別できる。特に下流界の女性の間では日本髪の言い方やかんざしを装着する位置は着装者の地位や立場に準じる。舞妓は先輩である芸儀と比べて下がりのついた 神なかんざしを着用するが、階級が上がるにつれ立場に応じた髪型やかんざしへと段階的に変わっていく。櫛のうち差し櫛は言った髪の乱れを整える役割の、ほか、髪飾りとしても用いられる。なお櫛は、櫛と呼び、櫛とも解釈されることから、贈り物とする際には、目録上はかんざし、もしくは髪飾りと呼ぶ建前が珍しくなかった。 公害と串公害はもともとは紙をかき上げて曲げを形作る結発用具である。しかし次第に結発後に紙を飾るものに変化した。江戸時代中期頃には公害とかんざしの区別がつきにくく同一視されていたこともある。その後、かんざしには耳かきが付くなどの形状の変化が加わって公害とは別の紙飾りとして発展した。耳かきがつけられるようになった理由については 様々な説がある。現代の和装の花嫁のかんざしも先端が耳かきのように曲がっている。日本におけるかんざしの始まりは縄文時代頃まで遡ることができる。その頃の古代日本では一本の先の尖った細い棒に呪力が宿ると信じられており、それを紙に刺すことで間を払うことができると考えていたようである。またさらにそれを束ねたくしの原型とも言える。 出土品もある。その後、奈良時代に入り、中国から様々な文化とともに髪飾りも伝わってきた。当初は日本へ伝来したものの、その後水発が主流である平安時代の国風様式に押されて捨てれてしまう。そのためこの頃、かんざしと呼べば髪飾り一般を指す名称であった。奈良時代から平安時代には、 かんざし子という金属棒を折り曲げた日本足の道具が用いられた。鎌倉時代から室町時代に女性用の髪飾りとして発展。安土桃山時代頃、水髪と呼ばれるまっすぐで長い髪から日本髪と呼ばれる様々な髪型へと髪型が変遷する際に髪飾りとしてはまずかんざしが用いられた。 江戸時代に入るとより幅広い用途で用いられるようになり、緊急時には防御のために用いられたとも伝えられる。江戸時代中期以降、髪型が複雑化、大型化するにつれて串や郊外とともに女子の必需品となっていったが、宮中行事などを除いて男子の衣装風俗からは消えた。ただしこの頃においても琉球王国では金属製のかんざし、ジーハーを 男女共に着用しており、身分によって材質にも規定があった。江戸時代末期に最大の流星を見せ、神飾り専門の飾り職人が技術の息を凝らした平ちかんざし、玉かんざし、花かんざし、ビラビラ、かんざしなど様々な種類のかんざしがある。近代では、洋髪の流行とともにやや衰え、神前結婚での花嫁や芸者や芸儀などの女性が、 日本紙を言う場合に使用されるが、若い日本女性の間で、再び脚光を浴びつつもある。漢語、んざしは、中国で使用された髪止めを指す。んざしという漢字の中にある牙に似たような字は、正しくは、木という字で、これは髪の毛の中に潜り込む、んざしの形を描いた表形文字である。竹製のんざしが多かったので、後竹冠を加え、下に、 曰くを添えて、かんざしと書くようになったという。男女共に髪を伸ばす習慣のあった中国では、男性が、地位、職種を表す冠を髪に留めるための重要な実用品でもあった。貴族は、象下、庶民は、木製のものを使う。女性が用いた髪飾りは、かんざしではなく、かんざし、点といった。また、 かんざしの字も割に頻繁に女子のかんざしに当てられていたようだが、天保年間頃にはかんざしはほとんど駆逐されたものと思われる。和語のかんざしはそもそも神ざしに由来すると言われている。花を飾ったことから花を刺すイコール花ざしが変化したものという説もある。上古の人々が生け花を紙に刺すかざし花に由来するという説もある。源氏物語。 紅葉のがで光かる現氏が白菊を冠に飾った場面で当時のかんざしの様子が見ることができる。この習俗は現代でも葵祭りの葵のかざしに残る。本体部分は金属では銀、鈴、真鍮など希少品であったガラスや別光にキャラや白弾のような鉱木、夏用のものとして水晶が用いられたこともある庶民は木や別光の代用として 牛や馬のひづめなどを使ったが、現在はプラスチックが主流。別行では、反転のないものが最も高価で、反転のない部分だけのものを特に白又は、発行と呼ぶ。装飾部分には貴金属、奇跡、純奇跡琥、琥珀、サンゴなどが使われるほか、セルロイドなどが使われたこともあった。他にも、ガラスや赤紙玉という小石の粉と顔料を乱白で、 固めた模造産後などもある。時代の変化や髪型によって様々なかんざしが作られてきた。季節ごとの花や、事物の取り合わせのみならず、伝統に基づく複雑な約束時が存在する。舞妓や半玉が月ごとに身につける12ヶ月のつまみかんざしは、その顕著な例である。詳細はこの次の項で。玉かんざしびらかん。 つまみかんざし12月の招きかんざしやや特殊なかんざしとしては、京都の舞子や東京の半玉紙につけるつまみかんざしがある。花は絹の羽豚えや水引き細工で作られた色鮮やかなもので、舞子がつける花かんざしは月ごとに決まっており、四季の移り変わりを表現し、その舞子の芸歴、趣味を反映させる。舞子になって1年未満は、花の一つ一つが小さく、 かんざしの下に垂れ下がる、ブラがついているが、2年目以降は、ブラが取れる。年長になるほど花が大ぶりのものになっていく傾向がある。現在武器用のかんざしは、京都や坂神社近くの、根築堂、堂、数店が手掛けている。11月、紅葉の花かんざし花お店公演の際に楽屋を、尋ねひいきの役者に、かんざしの、招きに名前を入れてもらうという習わしがある。 また、大相撲観戦時に、軍配系のかんざしを指すこともある。これも、招き同様に立行時に名前などを書いてもらう。花かんざしの女山川州法筆明字以降、洋髪の流行からかんざしも西洋の形のものが現れた。大正初期には、即髪が流行し洋風の即髪用かんざしが広く、用いられた。現代では和風でありながら洋服などにも合うような、 デザインが多い。バラや洋蘭などの洋花の造花がついたもの、プラスチック製のジュエルパーツなどをあしらったものなど、新思考の商品に加えて、昔ながらのトンボ玉などの人気も高い。平安時代の源氏物語には、かざし、かんざしという言葉が何度か登場するが、これはかざし、かみざしのこと、また髪飾りの、かみざしは、 噛上げの儀などで全額に刺す櫛を刺しているので、混同してはいけない。かんざしは、冠の葉箱の根元から差し入れて、冠を止めるもので当然男性用。妻を、謙遜して言うことは、掲載は貧しくて、かんざしが買えず茨の枝で髪をまとめるような、みすぼらしい妻という意味。中国次第美女の一人、精子は、もともとは滝き木売りの娘で、木製のかんざしと、 粗末なスカートという姿で川で洗濯をしていたところを見出されたとされる。たとえ貧しくとも髪をまとめるかんざしは女性にとって最低限の必需品であった。中国語本来のかんざしは徒歩の白頭を書けばさらに短く、コンベテかんざしに勝ちえざらんと保湿の仕に見られるように男性官人が冠を止めるために使ったもので、白、虚偽の長根下の ラストシーンで登場するヤギヒの金のカンザシはカンザシである。またという字を含むことからわかるように止め針は2本あり、例となったヤギヒは思い出の髪飾りをまぶたつにして現世に残された皇帝に送り永遠の愛を誓う。江戸時代の将軍や大名の新女では女性は普通髪を下ろしている。別に古風にのっとっているわけではなくて、 暗殺防止のための方策であった。かんざしも立派な武器であり、当然身につけたまま寝床に入ることは許されない。武器としてのかんざしは、琉球古武術で使用されているジーファーと呼ばれる、かんざしである。琉球では、男も女もかんざしをしており、女性が唯一使うことのできる武器である。使い方としては、襲われた時に、ジーファーを相手に突き刺して、 相手がひるんだ暇に逃げ出すというものがほとんどであるが、見えにくいので暗殺用としても使われた。本土でも、江戸時代の初期において、髪型では真鍮などで製作されていたかんざしが、江戸の武家階級ではより硬い金属にとって変わったのも、古神武器としての効果を狙ったためである。古仙流に曰く、かんざしも逆手に持てば恐ろしい、江戸時代も後期になると、 戦もなく太平の世が長く続いていた。自然と商業中心の世の中になり、商家の財力は大きく、庶民でも様々な娯楽品を手に入れるようになる。その結核詩やかんざしを紙に飾る女性も増えていった。そのような一般人との違いを見せつけるためか、最高級の遊女である、多遊クラスでは、串は3枚にかんざし、郊を合わせて二十本もの別行性の髪飾りを、 つけるにまでなった。絢爛豪華な髪飾りは、首から上の価値は家一見と言われ、非規客からの贈り物であった。別行でも、半透明の黄色で反転のないものが最も高価で、その部分のものを特に白又は、八行と呼ぶ。ちなみに、大友用の揃いは、江戸の吉原風ならば、串三枚、玉かんざしと松葉を、各二本ずつ、郊外一本。 基地長を十二本となる。京都の島原風なら串三枚、郊外一本、平内を六から十二本、長い下がりのついたビラビラ、かんざしを二本、花かんざし一本、勝山などとなる。余談だが、江戸の力士の中には、話題性を狙って、遊女のように二枚の串を身につけていた代わり種もいたと、言う。ABCDFGH 沼津市。 歴史民族資料館資料館だよりボリューム36ナンバー4沼津市歴史民族資料館2019年10月1日閲覧 ABCD 日本の技文化圏文竹日本職人名公開2019年10月1日閲覧 ABCDEF 館光総裁豆知識花嫁一般財団法人東海館光総裁産業振興センター 2019年10月1日閲覧、ありがとうございます。